すごく気持ちが良かったです。施術が終わってからとってもすっきりした感じがしました。電筋ですね。お尻が硬くなるとですね、冷えの原因になるのでね、絶対お尻はストレッチが大事ですね。背骨の感じ、周りをね、緩めてます。ストレッチかけて。血が凝ってるんですね、全体的に。お尻も。ストレッチと自分でもできますね。結構アスリートの人なんか自分で、それはやっぱり、ね、日常生活のねじれとかがある、うん、いつの間にかねじれてるって。左右対称では動かないもんね。左右対称には動かないから大丈夫です。高いね、めちゃめちゃ股関節。股関節は柔らかい。めちゃ柔らかい、向こうから引っ張ってもいいぐらいだ、うん、さっきのここ大丈夫でした。ヨガはしてます。ヨガだよね。しびれます。あ、しびれが。痛くはないけどしびれ。それあれだもんね。お腹の方にあるんですよ、神経が来てるんで、まあ、立ちづらい感じ。うん。すごく気持ちが良かったです。施術が終わってからとってもすっきりした感じがしました。施術前は背中の真ん中ぐらいからかかとにかけて左側なんですけど、しびれてたんですけれど、今はそれがないです。注意事項、家での、ケアの仕方など教えていただいたので、それを毎日続けるとどんどん違ってくるかなと思います。